はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、メム帳を書いていきたいと思います。メム帳はマロさんとマユミさん、リノカさんがリクエストくださいました。リクエスト本当にありがとうございます。推しの子のキャラの書き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。ではまず輪郭から書いていきます。顎は割とシャープめに作ります。でこの真ん中に線を引いたときに輪郭はだいたい頬骨とか左右で対称になるような形で書くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の書き方講座で解説していますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけたらと思います。でこの真ん中に線を引いたところに鼻が来るので、先に鼻を書いておきます。でハイライトで、目はまず前をまつげシパシパ出していきます。くるくるくるっと丸く、メムちゃんはこれ全部塗っちゃって OK です。で瞳を縦長に丸で描いて、でちょっと下ぷくっとさせます。でハイライトを入れて、でくるくるくるっと丸描いて、ちゅちゅっと、でこれに重なるように下から楕円を描きます。で上にラインを1本入れて、でもうちょっとハイライト散らして、あとはこの上の部分を黒くしていきます。で下のラインは瞳からちょっとだけ離して、でちょっと下がっていくような感じで、でここからこう上のラインに続いていくように下まつげ1234と、でこっちも尻尾と、で二重のラインでまつげ尻尾、ちょっと今回まつげも長めにいきます。尻尾で眉毛で、右目も同じように眉をシパシパ出していきます。でくるくるくるっと丸く、瞳を縦長に丸で、下ちょっとプッとさせて、でハイライト、でくるくるっと描いて、チュッチュッと、でこれに重なるように下から半円を描きます。で上にライン1本描いて、でもうちょっとこう開いて散らして、でここクロックしていきます。で下のラインはちょっと瞳から離して、で下まつげ尻尾でこう上のラインに続いていくようにまつげチュッチュッチュッと、二重のラインを描いて、でまつげ尻尾で眉毛で
ちょっと鼻の下開けて。で、下がちょっと見えます。で、前髪はまず左目からスッと上に上がったところから下ろしていきます。で、ちょっと毛先ギザギザさせて。で、ちょっと上に上げます。で、また落として、で、毛先ギザギザ。で、ここからこっちに、右側に、パラリと。毛束を2本。行きます。で、上に上げていく。またギザッとさせて、で、ちょっと上げて、で、一本下ろして。パッツン。ちょっとギゾッとさせて、で、一本下ろしていきます。で、横に伸ばしてギザギザギザ。上から落とす。ここ修正します。一本顔にかけていきます。でもう一本かけていって、で大きめの毛束で下ろしていって、上から下ろしていきます。これがこう続いてきて、毛先で一本ピュッと出して、でまた上から押していって一本ピュンと出します。で、上から大きく毛の流れを下ろしていって、で、爪です。で、後ろの毛。で、1本ピヨッと出して。で、ちょっとモコッとさせて。下ろしていきます。で、裾を外跳ねさせていきます。ちょっと毛先ふたを返させて、で、首はこの頬骨からちょっと下がったところから、こっちも頬骨からちょっと下がったところから出ていって、ハイネックの黒です。で、ここにちょっとだけ耳が見えて、で、毛の流れを描いて行きます。で、反対側の前髪ですね。こっちも下ろしていって、一本下ろしていって、で、ギザ。
で上から毛の流れを。で、また上から下ろしていって、で、ピーザ。で、上から下ろしていって、で、ピーザ。で、顔の横にかけていきます。下ろしていって、毛先ふたをこれさせて、で、上から下ろしていって、で、また上から下ろしていきます。で、一本ピュッと飛び出させていって、毛先です。で、それで左右で高さを揃えて爪。で、上からまたくるくるくるっと丸くですね。一本ピュッと出して。で、下ろしていきます。で、また一本ピュッと出して。で、外はめです。ちょっとここ外に1本出します。で、肩が出ていって、ここちょっと段差ができます。素肌の方が下に来るので、で、肩でピンと起きていって、で、こう上から続いてきて、で、こう続いて反対側、こう肩がつながっていって、で、ニット。で、大体この高さは揃えます、左右で。で、こっちも。で、こう上からつながっていって、手を合わせていきます。まず小指。で、爪。もうちょっと指上にします。今度、左手側の小指ですね。で、薬指。で、爪。で、今度、左手側の薬指。で、爪。で、右手側の中指です。左手側の中指で、それです。で、黒のハイネックにタッチを入れて、
で、ほっぺにもちょっとタッチを入れて、で、ちょっと汗。はい、というわけで完成です。もし参考になったら、チャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。で、何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。